はい、どうも、じじいです。あはい、どうも、じじいです。今回はですね、今回ですね、っていうか、皆さんお久しぶりです。最近ですね、オールオブデューティ4の方でクランに入ったので、最近クラン活動の方が多くてですね、まあ他ゲーもやる機会もそんなにないっていうのもあるんですけど、まあクラン活動が多いっていうのと、最近改造ポケットモンスターベガというね、ファイアレッドのロームに書き換えロームを書き換えて、ベガというアルタイムシリウスの続編のベガというね、その改造ポケットの方にね今更ながらハマってしまいましたね。結構そっちのゲームをやるのとクラン活動というので、結構ね、まあ、動画を撮るということが、撮る時間ということがものがなかったんですね。はい、なのでね、はい、まあそういうことなんですすいませんでした。まあ定期的にね、動画活動の方は続けていくんで、もしよかったら皆さん、まだチャンネルに残ってくださっている方々、もしよかったらね、皆さんまた見ていってください。で今回ですね、最近やってなかったので、この遊びの方久しぶりにね、やろうということで、コールブディマナスリー4、モナスリー4って何条何条って何条何度なんでこんなに神々なのかは知らないけど、モナスリーチームデスマッチの方をやっています。ACR 拡張モデルの方を使ってます。 ACR 使ったらね、なんかハマっちゃった嫌いって言ってたけど、ハマっちゃった。まあそんな感じなんですけど、映写機ハードハットということでね、モナスリーもね、ほんと久しぶりでね、動き方が、ね、分かんないようになってました。あとコブチェンジャーかね、前も言った通り、公認になったのでね、ここはね、まだ相変わらずいいねっていうで、相撲が与えてくる C4 トリプルキル、いいですね。ここ確かに、なんかちゃんと打っちゃったんだよね、テンションが高い。いや、 ACR 強いですね、本当使ってみたかったけど、本当に反動は少ないし、遠距離もやれるし、P19。 危ねえ C4 、ちなみに使ってるパークはですね、スライハンド、ハードライン、シットレップです。なぜシットレップかと言いますとですね、 F4 の足音とてもでかいので、モナスリーでシットレップ使った時と同じぐらい、もしくはそれ以上でかいんだよね。こっちでもこれ使っちゃおうみたいな、そんなノリです。いや、 P19 いいね、やっぱサイレンサーの音いいね。まあ使いたいとは思わないけど、自分で。レッドダムソウ、プレイヤーに引っかかるのめんどくさいっすね。ちなみにプレイヤーの正面向いて、スペースキーを押すと、タイミングじゃないけど角度によるんですけど、乗り越えることができます。こう壁をよじ登るのあるじゃないですか、ああいう風にグイって、それを応用してね、高いところも登るなんてできるんじゃないでしょうか。コットバン当選とかちなみにここを抜けます。サーチデストロイなので、結構役立ちますね。サーチで爆弾を設置して、あそこに逃げ込んで会場音が聞こえたら撃つって感じでやります。ハッカー扱いされますけどね。
あんまりそう。ダブルキルできると思ったんですけどね。危ない、死ぬ。あー、あと3キル。これ1週間ぐらい前の試合なんですけど、ラスキル取ったかどうか忘れちゃったよ。あと1キル取れない。ということでね、今回はハードハットでチームデスマッチの方をや久しぶりに学んでやっていきました。グッドゲーム、リアリまあ確かにこれはただのいじめやなということでね、今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。最後までカミカミでした。ご視聴ありがとうございました。